哲也いいよタバコ吸ってて。いやダメよ今日は。今日は哲也しか映さないからこのサブチャンは。ねえそれはとしみつもギリこっちゃい。まあじゃあとしみつもじゃああっちの方に行っていっといて。としみつもやっぱとしみつサイドのやっぱ意見があってね、こう語り合いたい部分がありますから。はい。同じ悲しみを持つ身になってしまいましたね、はい、これで。はい、こんばんは。というわけでね、哲也さんには辛いと思いますので私の方から説明させていただきたいと思います。つい先ほどのことで僕たちもすごくびっくりしているんですけれども、まあ、哲也くんの大好きな、アイドルの嵐さんが2020年をもって活動を休止するというね、お知らせがありました。でね、まあ、哲也さんといえば嵐を好きとね公言しているだけありまして、東海の前の視聴者さんの中でも哲也死んでないのかというふうにすごく心配されているので。リプがすごかったもん、全部どんだけスクロールしたの。だって知ってる、ツイッターで哲也活動休止って出るんだよ。俺がするみたいじゃん。いやー、ほんだってさ、覚えてますか、映画泥棒の、あ、お疲れ様です。あ、お疲れ、バイバーイ。お疲れ。やれやれ、のんきな野郎どもが。映画泥棒のね、パトランプ作るっていう動画あったじゃないですか、もう昔に、うん。その時からもう動画で出てますからね、そのファンだっていうのが。あ、持ってますね、ショークのうちは。ショークのうちわで仰いだりね。だってそのパトランプの動画だってさ、ね、すげえ昔の時にさ、初めての没動画みたいな感じじゃないんだって、あれ。そう、めっちゃ初期に撮って、なんかいざという時にその週2日投稿だったから、どっかで上げようと思って、なんかの機会に上げたんだよ、確かに。うん、相当昔から好き、はい、まあ、ほんと中3から好きなんですけどね。まあ実感が湧かないというか。いやまあそうです、ね。まあ確かにまだまだまだありますからね。あと2年、まあ、丸2年間。まあそう、ね、そんぐらいありますね。どういうもんなんですかね、その発表。彼はね、スマップなんですよ。うん、ああもう乗り越えてきてる人。スマップどうだけど、発表から。いや、やはりその疑惑が出ていた時、はいはい、いろいろ噂されてる時から、まあまさかですよね。やっぱりまさかそんなはずないんですよ。そのこっちからしたらね、それないでくれチンしちゃダメだよ。それないでくれチンしちゃダメだよ。お前こんな人に好きや食いつけてんじゃないよ。器に移してチンしないよ、溶けるよそれ。あ、そっかそっか、これはね。嵐そんな知らないからさ。あといいその嵐やね、そういうの決めて、そういうこと、そういうこと言うのやめて。ごめんごめんごめん、世の中大変なんだから。あったあったあった、ありがとう。俺適当に流すんじゃないよ。何じゃないよ。僕はやはりですね、まあ、必ずそこにあるものだと思って生活してましたから、うん、これからも、今もこれからも、まあ、そう、この気持ちやはりね、皆さんは共通のものだと思うんですね。で、発表がありましたと、まあ、やはり、そうじゃないかと思ったんです。僕はツイッターでつぶやいたと思います、僕は。ああ。その昔ですから、まあ、あれはもう何年前ですか ?3、4年前。もうそんな前でしたっけ。もう4年ぐらいだった、そうだよ、わかんないけど。2年まあそんぐらいだいぶ違うけど、だいぶ余ったけど今。めちゃくちゃになっちゃってやっぱり相当落ち込みました、家族を、うん、家族です。まあ家族ぐるみで好きだったね、母が特に落ち込んでました。うん、やはり空いた穴っていうのはやっぱりね、その現実に空いてるわけで、うん、まあ、どうすればいいのかと、しばらく数日が続きました。やはり僕にとってのね、その結構ね、皆さんやっぱり皆さんにとってのSNAP と僕との SNAP と違うものだったんです。そういう呼び方をするんですか。いや、しないです。ASMR ですか。ASMR ちょっと違うものだったんですね。ただの有名人っていうのは僕はなんかその、そこにあったものだから。そうね、そう、僕オタクじゃないですよ、ちなみに言うと。うん、ジャニオタって感じじゃない。そう、全然違います。全然その、ただ好きな、純粋な好きがもう、あれですから。うん、ただその気持ちはただ他の人より強いよっていう。やっぱりそうですね、そこからまた活動再開されたりするわけです。まあそうね、その時やっぱりすごいってなりましたし、まあ、結局ね、全員そのなんだろう、個人個人いろいろ仕事があって、まあ、そうですね、それはもういい状況ですよね。うん、まあ、ただ今回さんに関しては個人で活躍をされ続けると思います、僕は。やっぱりどうなんですかね、あれって。いや、まあ、まあ全然わかんないですけど、今日そう撮影日のこの忙しい中で、俺もね、その携帯見てない時にとしみつが急に「おい哲也!」ってこう言ってきて、うん、見たらそう、ほんとそんな感じになってて、でいつもね、あのファンクラブも入ってるんで動画も一応見れる状態だったんですけど、ほんと隙間の時間で冒頭しかまだ見れてなくて、でも今この動画を撮るまでね、まあまあまあ、詳しい状況まだ知らずにいるわけなんですけど、うん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 、なんかあんまね、そう、今適当に言えないのであれなんですけど、そうですね、今後僕らがこうやって変なこと言ってしまうと、また変なこと、ね、話が広まるのも怖いですし、だ今あんまり的にね、もうやるのはもう、やむことっていうか、そ
そう、ファンとしてできるのはもう見守ることしかできないから、ね、でもなんかね、僕も別にはその嵐さんに詳しいわけじゃないですけど、なんか引き入れはちょっと見事ですよね。なんかそう、今年がそのめちゃくちゃな規模のライブをね、うん、全国でそのコンサートツアーするわけなんですよ。もう動員がなんかもう200何十万人みたいな、うん、もうファン全員いけんじゃないかっていう、そういうのをやってくれるっていうのを聞いてすげえなと思って、想像の規模をそう本当に超えてくんなって思ってたらこれがあったんで、あ、締めだったのかと。はあ、まあまあ、2年に1回とかコンサートは、いや毎年あるけど、もう今回のもうバカげた規模だから、本当にすんごいから、どう、え、規模がでかい、規模がでかいの、もう行く場所が多いの、回数がえげつない、へえ、ま、もうめちゃくちゃやりまくって、もう今まで本当にチケットがなかなか取れないから、うん、もうファンクラブ入ってても何かまだ生で見たことないみたいな人がいっぱいいるから、そういう人に全員に見てもらいたいっていう、そういう意味でのやってたんですけど、その時期で今これをってことはね、その最後に見といてくれよっていう意味だったのかなっていう、うん、だってね、まあ、少なからずメンバーの中にじゃあ活動休止したいなって思ってる人がいるわけじゃないですか、こういう話になったってことは。なのに結構2年先までちゃんときっちり活動し続けるのすげえですよね。冒頭だけ見た感じ、まあ、大野くんがこう言い出したようで、うん、ほうほうほう、嵐のその活動休止の話をメンバー4人集めていったっていうところまで、その最初の方をね見たんですけど、もう3年後ってことすごいよね。どう考えたかさ、今2021年に解散しますって言っても誰も信じてくれないよ、うん、釣りだと思うよ。そうそう、ちゃんとスケジュールとかあるんでしょうね。それはね、いろんな契約もあるでしょうし、あるでしょうし、オリンピックも多分またぐだろうから、そこも多分いろいろあるんでしょうね。うん、なるほど。まだ活躍はたくさん見れますけど、その先はラグビーそうじゃん。あ、そう、ラグビーもサポーターっていうか、でもすごいよね、これからじゃあね、やめられるんですよねみたいなことをずっと言われ続けるわけじゃないですか、もうどの仕事をするにおいても。まあね、触れないんじゃないですか、そんな。いや、触れないだろう、それは直接は触れないだろうけど、そう見られる状況で仕事をし続けるっていうのはなんか相当メンタルにもきますよね。番組内でもね、ニュースだとかなんとかいろいろあるだろうしね。うん、じゃあどうすんのかな、カウコンなのか紅白で今後日本どうなんのよ、嵐いなくなっちゃって。確かに、まあ、国的にはその国民スリッパス通っていいですか、はい、そのね、国民的スタッフっていう存在をですね、必要だと思ってて、今ね、彼らの穴を埋められる人っていうのはなかなかいないですからね。まあ、確かにね、人気が分散している時代といいますか、ね、それこそ僕たちのような YouTuber が人気を博しているのも、こうね、このテレビ、昔テレビ見てた人たちがこっちに流れてきてくれたおかげみたいなのもありますから、まあ、そう分散してますからね。ただやっぱり大スターみたいなのは、ね、圧倒的な、ね、欲しいですよね。そう、国民的スターっていうものが今のところ次誰が担っていくのかと、うん、はあ、やだな、担うとか、え、担う気でいる。確かに嵐の次の話するの悲しいなっていう。ああ、そういうことか。哲也、嵐の次を継ぐ格好はできてるのか。いや、ふざけて言ってますけどね、そのね、グループの目標はみたいな、いや、うん、嵐でしょみたいな、うん、ふざけて言ってますけどね、すごいんですよ、本当に、うん、尊敬なんですから。なんかあんま話してて泣きそうになるんだろうな。やだな、毎年よりしな、これ本当だよ。いや、本当さっき俺全然分かんなかったよ、なんか、あ、活動休止かみたいな、うん、だ、なんか母とかね、母とか、まあ他の人も大丈夫、大丈夫みたいなね、来年来るわけですよ。母が来るの？母ももちろんファンでね、その年と同じ状況で、はい、もう本当に多分ファンクラブのメールが出た直後、ファンクラブからのメール見たって来てて、ああそういうことかって言ってで、なんか別にまあ活動休止びっくりしましたけど、そんなね、なんか、うん、まあ やばいなぐらいだったんですけど、話してるとだんだんマジかってなってきます。絶対ない、今 HM がホントスマップが。まあね、あえてね、その5人とかね、じゃないかもしれないけど、3人とかでもね、もうテレビとかに出てくれれば、ね、活躍してくれてれば、それはそれでも嬉しいんだけど、ね、そうだと思うけどね、俺は。いや、でもそうだけどさ、例えばだよ、この2021年の年賀状の
年賀状は出してねみたいなやつを誰か違う人がやるわけじゃないか。活動が見られないっていうのが一番痛い、僕のファンの心としてはきますよね、まあ、一番最初に突きつけられる現実としてはいつもやってた仕事が別の人になってるとか、ね、うん、まあ、その仕事はもともとあるから、当たり前のようにさ、そのまあ音楽番組とかでさ5人で歌うわけじゃないですか、鳥でパンと、ね、パンパンと歌いますよみたいな、いますよみたいな、それなくなるんですよ。それなくなったことありますか？ないですね。僕あるんですよ、一回。やばいね。それやばいんですよ、ね。やばいね。どうするかっていう話。じゃあどうするかって話なんですよ。どうするんですか？どうしたんですか？どうしたんでしょうね。そのまあ、自分の持ってる聞くだとか、DVD を見るだとか、とかしかないんですよね。まあね、そのやれることといえばね、その自己のケアもしていかなきゃいけないんですよ、やっぱり。あ、自分自身のね。はい。そこ大事になってくるんですよ。そういうことよね。でもなんかさ、言ってしまえばさ、まあ、なんていうの、遠い存在じゃないですか、まあ、だから別にコンサートに行ける時もあれば普通に外れる時もあるしさ、はいはいはい、別にそれがね、活動休止したからまあ行けないっていうのはチケット外れて行けないと、まあ別に状況は変わんないわけじゃん。なんですかね、心に来るこの、あ、いないのみたいなことですか。いや、まだいるんですよ、ね、いるんですけどね、いる。でもまだ2年もいてくれますからね。いや、準備まあ、そうだね、期間ですね、なんていうんですか、まあ、だからね、この思い出作りって正しいか分かんないですけど、このはい、もう早めに行ってあげたから楽しんでねって言ってる、ね、タイムなんで、そこはね、楽しんでくださいよ、哲也さんは。可能な限り、そのね、多分もう本当に存在としては半端じゃない人だから、今この瞬間、嵐が現存してる時にちゃんとファンをやれてるっていう、これを楽しまなきゃいけないですね。うん、終わってから、じゃあ解散というか休止ってなってから、じゃあできないことがたくさんありますからね。てっちゃん大丈夫？そっか、てっちゃんが心配。てっちゃん生きてます。まあね、そう、心の支えというか、そういうなんか目標みたいなね、かっこいいって、そういう人って別にいなくなったからこっちが何とかなるわけじゃないんですよね。ちょっと落ち込むぐらいから別にまあ大丈夫ですよ。なるほど。そんなもんですよ。ただそれを共有できる人が多分本当日本で一番多いグループなんで。まあまあそうだね。仲間がいっぱいいますんで、みんな。ロスだよね。ロスっていうか、まだ全然ね、活動してくれるのにロスだもんね。悲しいと。でもまあ、そっか、今俺が大丈夫って聞かれてるけど、多分大丈夫って聞いてくれている人も大丈夫っていう多分人なんだよね。皆さん元気に行きましょう。別にいなくなるわけじゃないのでね。僕は今も辞めるときは2年くらい前に言おう。そうね、再来年の年末をもって辞めますぐらいのことを。そうだね、言いましょう。かっこいい、ちょっとかっこいいな。この期間大事だな、うん、本当に。だって今日の発表を辞めるだったらどうする？今日実はもう解散ですみたいな、今日、うん、いや、それ怖いですよ。怖いですよね。そんなことになったらもう大変ですもん。だからファンのことを考えてくれた結果だと思うんですよ、今回の人は。相当、だって別に2年後辞めたいんだったら今辞めたいはずだもんね。なんならまあ、そう、まあ、はっきりとしたこと言えないですよ。まあ本当に活動としてやっぱちゃんとやってくれてるなっていう感謝です、うん、そうですね、プロ意識ですね、ということなんですけど、梅村さん、うん、どんな顔や、どうでしょうか。俺の財布しな。